ストロンガーは英国のエレクトロニックグループ、クリーンバンディットの曲でクレジットには入っていないが、アレックス・ニューウェルとシャーナベースの兄弟シーンベースがボーカルを担当する。最初は2014年11月22日にリリースされ、クレジットには入っていないが、イヤーズイヤーズのリードシンガー、オリー・アレクサンドルがボーカルを担当している。その歌は、その後再録音され、 2015年4月19日にシングルとしてリリースされた。それはアメリカのエレクトリックディオビンダータによってもリミックスされた。マイクロソフトルミアが開催するコンテストが開催され、受賞者はミュージックビデオ制作のクルーメンバーになるチャンスを得た。勝者はレイコストラーニコジーのボーデック・マーケビッチとカロル・パチョレックだった。そのビデオは2015年3月11日に リリースされ、マイクロソフトボーデック・マーケビッチ、カロル・パチョレックのコラボレーションで、携帯電話のマイクロソフトルミアを使ったバレットタイム効果を取り入れていた。曲に合わせて歌って踊るバスの運転手を主役にして、他にも、クリーン・バンディットやダンスグループのダンスを混ぜ合わせた。ビデオは、ジャック・パターソンが監督、キャサリン・カウエルがプロデュースし、2018年4月までに2000万、 ビュー以上を獲得したテンプレートクリーンバンディットありがとうございます。